この子高山美月12歳、フルムーンのデビュー曲マイセルフが発売。当然クラスでも話題持ちきりと思ったら誰も噂してなかったの。あの子も結構残念だったみたい。でも私の大活躍でマイセルフも話題になって、あの子もクラスメートと仲良くなることができたってとっても喜んでくれたわ。さて今日はどうなるのかしらね。わかったか。はい。誰が来んの？本当はうちのおばあちゃんが来るはずだったんだけど、今日は風邪ひいて朝から寝込んでるの。だから誰も来ないんだ。そうなんだ。あれってまさか王子様？え？ほら覚えてないの？ウーとエルの王子？あれ誰？めっちゃかっこいい。若おじ先生。若おじ先生ってこういうとこで見ると目立つわね、思いっきり。つうか化粧品くせ。はあ。はあ。みつきちゃん。先生。どうしてここに？うん、今日おばあさんの往診に行ったら美月ちゃん授業参観だって聞いてね、代わりに来させてもらったんだよ。ありがとう。誰？美月のお父さん？こんなかっこいいお父さんいたのに黙ってたなんて。ううん、違うの。違う？うん、若おじ先生はお父さんの友達なの。なんだ、そうなんだ。父親面してかえって迷惑だったかな。そんな、そんなことないです。ちょっと目立ちすぎかなとは思うけど。え？若おじ先生って話には聞いてたけど本当に大人気なんですね。そんなことないよ、昔の話さ。私今日はちょっと鼻高だかでした。おだしいです。ではここで今月の注目曲、大ヒット街道大爆心中のフルムーン、ご存知マイセルフ。大ヒットだって。私の言った通りでしょ。あ、はい、若王子です。ああ、なによ、せっかくあの子の曲がかかってたのに。電話がかかってきたんじゃしょうがねえよ。はい、ええ、明日のタウジホテルの1階ですね。ねえ、ちょっと、CD かけちゃいなよ。うん。
はい、よろしくお願いします。失礼します。先生、ん？音楽聴きませんか？ほら、これ。あ、ごめん、実はこの車 CD プレイヤーつけてないんだよ。じゃあこれ持って帰って、それでお家で聴いてみてください。ああ。ねえ、良さそうでしょ？ごめんね。ん？ちょっとこういうのはあんまり聞かないんだ。僕はもうおじさんだしね。そんなこと言わないで、ちょっと聞いてみて。私はいい曲だと思うんです。そう、美月ちゃんはその曲そんなに気に入ってるんだ。うん、もし歌手になれるとしたら、こんな歌が歌えるようになりたいと思って。だから若おじ先生がこの歌をどう思うか聞いてほしいんです。そうか、美月ちゃんは歌手になりたいんだ。そうだね、ずっとそう言ってたね。はい。ああ、ところで今日の授業参観のことなんだけどね、あんな経験初めてなんで、僕の方がかえって緊張しちゃったよ。え、あの美月ちゃん、どうしたの？なんでもないです。どうしたのかな。バーカ。今日はわざわざ学校まで来ていただいてありがとうございました。あ、美月ちゃん、ごめん、僕何か悪いこと言っちゃったかな。いえ、何にもありません。あ、そう。 あのさ、もし僕に言いたいことがあったら言ってくれないかな。何にもありません。あ、そう。そう、こんな冷たいやつに口聞いてやる必要なし。先生はかっこいいし、背も高いし、頭もいいし、完璧です。文句なんて何もありません。美月ちゃん、あ、親父には分かんないよ、年頃の女の子の気持ちなんて。おばあちゃん、おかゆ持ってきました。あ、ありがとう。お腹すいたでしょ、おば。あれは田中さんの部屋のラジオ？美月さん。は、はい。想像し、消してきてください。しちゃった。田中さん？美月ちゃん、外れてるよ、イヤホン。え、全部聞こえてたよ。あっちゃー。失敗失敗。ねえねえ、今日は仕事なんだ。え、あの主治医迎えに来んのか？あ、ううん、連絡してない。ごめんね、ちょっとこういうのはあんまり聞かないんだ。つうことはメロコはお留守番。マジ？もうやだ、つまんない。美月ちゃんはこういうタイプではないような気が。ん？普段おとなしい子に限って。何何？特集、娘に送る父親の言葉。ふむふむ、ふむ、な、泣ける。え、まさかそんな。いや、美月ちゃんに限ってそんな。高額のために、一応念のため。あ、いや、あの、高額のために。あー、退屈、もう耐えらんない。お疲れ様でした。お疲れ様。お疲れ様。取材もなかなか慣れてきたじゃない。その調子よ。はい。ねえ、これ何だと思う？何ですか？大ヒット街道まっしぐらってことが書かれてる。
です。元気ないわね。大丈夫。そっか、売れてるのか。じゃあ、私はここで。気をつけて帰ってね。はい、お疲れ様でした。気にしてるんだろ。何を？何をって、お前顔に書いてあるぞ。え？あの主治医やばあさんに自分の曲が聴いてもらえないのが寂しいです、落ち込んでますって。え、本当？バカ、そういう意味じゃねえよ。え？大ヒットじゃんか。でも私、自分の近くにいる人にも喜んでほしい。お父さんの作った曲でオーディション合格して歌手になれて、なのに同じ音楽を目指していた若おじ先生に聞いてもらえない。なんかお父さんにも認めてもらえないような気がして。俺はいいと思うよ。え？お前はいい声してるし、あの曲だって一生懸命詞を書いたじゃんか。そうだけど。保証する。なんだよ。タクトは音楽のことよく知らないんだよ。だからそんなこと簡単に言えるんだよ。ごめん、私言い過ぎた。私先に帰るね。俺昔ミュージシャンだったんだよ。タクト、今なんて？俺昔ミュージシャンだったんだよ。え、昔って？俺も人間だった時は歌を歌ってたから。タクトって人間だったの？ふん、生まれた時から死神だったわけじゃねえよ。嘘。そうなんだ。じゃあメロコは？メロコも人間だったの？よくは知らないけど、そうらしい。そうだったんだ。ごめん、私音楽のことわからないなんて言っちゃって。いいさ、気にすんな。行くぞ。え、どこへ？お前の歌聞いてほしいんだろ。若王子先生は今日は学会にお出かけですよ。ええ、はい。学会だって。そういえば、ええ、明日のタウジホテルの学会ですね。よし、タウジホテルだ。あ、待ってよ。え、違った？ええ、確か今日は特別な用があるから代わりに誰かって先生おっしゃってたわよ。見当たらないな。ねえ、こんなところまで押しかけたらきっと先生に迷惑だよ。そんなこと、会ってみなきゃわかんないだろ。でも聞いてもらって本当に嫌いって言われちゃったらどうしよう。ああ、もううじうじ言うな。ハエになるぞ。もっと自信を持て。そうそう。ん？メロコ、何してんだ？だっていつも二人で出かけちゃって、あたし一人でつまんないんだもん。でも、あの、大丈夫。あのばあさんなら風邪まだ治ってないし、今日は一日寝てるからバレないバレない。あ、あれだ。どちらにおいでですか？あの若おじ先生に。大変申し訳ございませんが、関係者以外の方はご遠慮申し上げておりますので。ちっ、こんなとこで足止め食うなんて。せっかく来たのに。わかった、私が若おじ先生に CD 聞かせてくるわよ。え、あのメロコ、またお前。とにかく聞かせりゃいいんでしょ。メロコ、ああ、どこ行っちゃうの？タクト、どうしよう。
これでよしと。もうメロコったらどこに行っちゃったんだろう。まったくあいつ。お、メロコだ。そんな話私は聞いとらん。いや確かに。おいボーイさん、学会の会場に変な、いや素敵な音楽が。行ってみよう。うん、チャンス。いやこんな BGM もどこだろう。見当たらないな。いいですね。急げ確かめろ。うん、何だったんでしょうねさっきの。サービスだったのかも。すいません、若おじ先生は。あ、若おじくん、彼は今日ここには来てませんよ。え、どこへ行ったんですか。どう、今日はバッチリでしょ。うん、あの主治医がここにいたらな。来てなかったの。学士、あ、居場所が分かったか。うん、ここは見覚えがあんのか。うん、前に一度来たことがあるみたい。そうか。なんだろうこの感じ。あ、若おじ先生。あなたが亡くなってもう10年。あなたの娘ももう12歳になりました。すっかり少女らしくなって葉月さんにも似てきましたよ。ここはお父さんとお母さんの。あなたたちの死から僕はずっと逃げてきたのかもしれません。葉月さんに似てきた美月ちゃんを見るたびにあの頃に呼び戻されるような気がします。それは僕にとって辛いことですが、美月ちゃんは今未来に向かって歩き出そうとしています。僕はもう過去を引きずっているわけにはいかないようです。僕はもうあなたたちの死から立ち直らなければならない。長いこと封印していた音楽、ちょっとこういうのはあんまり聞かないんだ。僕はもうおじさんだしね。あの時の言葉。美月ちゃんは歌手になりたいんだ。そうだね、ずっとそう言ってたね。ずっとそう言ってたね。もう音楽なんて二度と聴くまいと思っていたのに、あなたの娘が歌手になりたいと言うんです。やっぱり親子なんですね。あなたの娘が成長する姿をあなたたちの代わりに僕が見守っていきます。あなたたちも僕と一緒に彼女を応援してあげてください。こっち来るぞ。しました。応援してくださいね。私頑張ります。
若おじ先生いますか？お、美月ちゃん先生、あ、ごめん、今休館なんだ、すぐ戻るから。まったく、いつも忙しいんだから。ここかな。あ、先生、買ってくれてたんだ。ごめん、またした。あれ、美月ちゃん帰っちゃったのか。そうだよな。授業参観に来てくれてありがとう。ちょっと照れくさかったけど、本当はとっても嬉しかった。これからも私のお父さん代わりでいてくださいね。美月より。どうしてどうして好きになんだろう、こんなに涙あふれてる。先生、カード読んでくれたかな。ニヤニヤして。だって書くと嬉しくないの。テレビ局だよ、テレビ局。右見ても左見ても有名人がいっぱい。ったく、俺たちあいつの付き添いできたんだろ。だってほら、あの子も。はあ、二人とも舞い上がりやがって。こんなんで大丈夫か。次回、フルムーンを探して、芸能界の掟。お楽しみに。